皆さんこんばんは、広瀬優です。はい、今日は5分間で全身ストレッチダイエット、基礎代謝を向上させるトレーニングをしていきたいと思います。はい、では皆さん一緒にやっていきましょう。はい、一つ目が体を丸めて、ぎゅっとお腹と、胸側に足を押し上げる、体の奥の脂肪を燃焼させるトレーニングです。はい、ではこんな感じですね。まず、体を丸め足を胸に押し付けるように、膝をこれ、両腕で抱え込む。こんな感じで二の腕が震えるくらい強く抱えるといい。これを5秒キープ。せーの、1、2、3、4、5。はい、こんな感じです。はいで次、全身の脂肪を燃焼させるトレーニングです。でこれは両足と、両足首、ここと膝が離れないように注意して、足をまっすぐ伸ばすんです。こんな感じで。でポイントなんですけど、腕をしっかり伸ばしてかかとで体の重心を押さえるようにします。こんな感じかな。ピーンとやってこういう状態で、太ももの前部分の筋肉が、震えるぐらいがちょうどいいらしいです。はい、ではこれを、10秒キープします。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。はい、では次に、質の高い筋肉を作るトレーニングです。こちらは膝立ち、これですね。膝立ちから体を後ろに倒していく。膝立ち、この状態から体を後ろに倒していく。で、手をついて支える。こんな感じでね。で、ちょっと待ってね、両膝の間が離れないように注意。ここはちゃんとここ止めるようにして、足を、こんな状態です。こういう状態、結構きついよ。で、太ももの前側の筋肉を意識するようにやってみてください。お尻をしっかり持ち上げます。はい。で、ちょっと一気に横向いて、ここ離れないように、床から離れないように。そして、ここも開かないように、ピタッとくっつけてやります。では、これまた5秒キープです。いいですか？膝立ちから、こういう状態で、結構きつい。で、手をつくんです。ピタって手をつくように。あ、やば、結構きつい。はい、せーので前側の、太ももの筋肉を意識して5秒キープ。せーの、1、2、3、4、5。結構きつい、汗かいてきた。やば。はい、で次に全身の筋肉を整える、ストレッチです。これはですね、まずこう横になってうつ伏せになって、で片腕とその反対側の足をまっすぐ上に向けてやるやつです。はい、じゃあまずは左腕と右足、こういう状態で、ポイント、これをね、10秒キープ。うわー、きつい。で、コツが、顔が正面よりも下向いてやると足が高く上がるそうなので、やってみてください。で、足はまっすぐで、つま先
まで神経を集中させてください。しっかり伸ばすことです。はい、でこれを10秒まずいきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。結構きつい結構きつい、熱っ。じゃあ次反対側も、じゃあ右腕を上げて左足を伸ばす。いいですか、いいですか上にまっすぐ、ね、こんな感じ、こうですよ。で、また10秒いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。意外に疲れる。で最後ですね、で最後に全身のコリをほぐします。こちらが、手を組んで両手を上げます。で上半身が引っ張られるようなイメージで斜め上に向けて伸びます。で二の腕にもしっかり力を入れることです。はい、やっていきます。こういう、じゃあこれを10秒こういう感じです。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で反対側も1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。最後に体を柔らかくする、ストレッチです。こちらが、両足首を持ち上半身と足を反らせるやつですね。こういうまたうつ伏せになって両足首を持ってこうですね、こうですね。でこういう状態でこうですね、なんかわかりますよね。でお尻の穴を締めるようにして弓になるように上体を反らせますこれなってるこういう状態、これを5秒キープ。せーの、1、2、3、4、5。あ、意外に、はい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 、熱くなってきて、あー確かに基礎代謝アップしますねこれあ、きついけど体が喜んでますね。なんかポカポカしてます。はい、はい、なので今寒い時期じゃないですか。でちょっと縮こまるよりかはやっぱりスポーツの秋なのでこういった感じで、基礎代謝アップできるようにお家でも、はい、やってみてください。はい、以上5分間ストレッチでした。バイバーイ。